俺がくじけることは絶対にない、絶対にない。ということで今回は炭治郎を使っていきます。もうねフレンドが多分みんな炭治郎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 っていう感じで炭治郎が大渋滞してると思うんですけども、こいつも炭治郎だからね。はい、ということで今回はこの炭治郎炭治郎でいきますよ。いやさすがにこれね強いからこれみんな持ってると思うんだけど、いや売ったとか言わないで、売ったとか言わないでよ。あのね、いや強いよ普通に。あ、禰豆子入れてんじゃねえよって言われそうなんで、明日はね禰豆子なし編成取ります多分。時間があったらね、他に取りたい。あ、でもねそう明日あれだ、チャンピオンのあれが来るから多分テンプレ考えてしまうな。ちょっとわからん、すまん。禰豆子なしエースでも他の人も出してると思うから、よし、オッケー。とりあえず今回はこういう感じでやっていきます。炭治郎炭治郎でいきます。さあ俺さ、こうやってこういう感じでやっていきますって言うじゃん。こういう感じでやっていきますって時にいつもね指さしてるのよ、画面に向かって一人でね。滑稽だ。穴があったら入りたい。あ、これちなみにねめっちゃ15秒だから余裕っす。もうねめっちゃ余裕っすよ、これビーンってこのルシファーの顔で遊べるぐらい余裕っす。はい、これがいいところよ、これがルシファー階層でいいところでね。対策しなきゃいけないのはラファエルの先生とかああいう割合系のやつはちょっとね炭治郎片側だと 25% しか軽減できないんで、その辺は耐久してあげる必要があるんだけど、今回はねローズエルを何のために連れてきてるか察してくれ。1、2、3、4、5、ここのパズルさ、なんかどうやるのっていう人がいそうなんだけど、まず個数を数えて、例えばキドロップって5個じゃないですか。5個のドロップは縦に並べるんですよ、俺のやり方よこれ、あくまで。であとはねもう適当にこうやって、あ、これいい個数だわ、こういう終わりで、またルシファーの顔で遊んで終わり。5個は縦、6は横、以上。そういう感じでやってます基本的にはね。たまにそれが例外の時もあるんだけど、まあまあそれはそれでいいとして。ちなみにこれ別に勝てるっていうあの安心プランは入ってないですから、これ安心プランじゃないんでね皆さん、知らんよ勝てるかは。今回初めてやるこの編成で。 OK、 火力はまあディノバルドたちに任せて、攻撃タイプはウリエルに任せます。そういう感じで。これもねルーレットがめんどくさいからな、一旦ちょっと捨てるわ。で2列目がいい感じなんで、まあ7コンボしとけば7で最大倍率かな。炭治郎くん左の7すればとりあえずマシンタイプはディノバルドが吹っ飛ばしてくれるんで、ディノバルドまああれだな、遅延じゃなくてマシンキラーにしても、これねこれ見どころさんじゃない、これ攻撃タイプだよね君、攻撃タイプだと思うんで10コンボができるかは分からんけどね、10コンボできるかは分からないんですけど、3、4、あーそこの光があれしてる、あと1個、あこれじゃちょっと厳しすぎ。おお、はい、よしこちゃん待って、7コンボしてない、もういはい、オッケーでしょう。とりあえず7はしないとね、ウリエルはちょっと、あーこれね完璧です、これ最初からやってたらワンパンしてたわ。え、ウリエルやばくない、火力ウリエルやばい、ね、はい、ここはとりあえず1ターン目、あでもそうだあれだ、エスカトンジャッジがしないと、エスカトンジャッジしないとまずいっす。あーちょっとそういう感じ、このロゼルのね L 字軽減によって、え、俺がくじけることは絶対にない。はい、ということでまあいろいろ順番を入れ替えたりうんぬんかんぬんして、まあこうなってる、こうなってるけど出なかった出なかったわ、残念、歩きはないでした。まあとりあえずこれ突破だね、これ突破して、よし、ここから行こうか。スーパーワンがね最後にしっかり取って、でもスーパーワン持ってないよって人多そうだけど、まあそんなのは気にしない、そんなのは気にしない。一応 L 組んどく、気持ちの L 字、気持ちの L 字。お、火の落ち込む、とりあえず右一体だけ残すんだったらあり、ナイス、よし、これで倒したね、大丈夫だと思います。 OK、 回復はいつもいい、よっしゃ。さあここまで来たよ、ここまで来たよ、次、はい、攻撃タイプ来ました、攻撃タイプ。これどうしようかな、決戦アイドル状態解除はなくても、なくてもなんとかなる。炭治郎打って今ここで倒すな、エキドナー、でもエキドナーもね使うかって言われたら微妙なんよね。まあ目の汗でワンチャン使うぐらいなもんかな。
7コンボ、まあ、10コンボあった方がいいな。これじゃ抜けないかな。うわ、でもすごい、十分すぎる。じゃあもうこれ削ったやん。水属性の敵に対してそんだけ削れたらそれ強いわ。オッケー、強いな攻撃タイプ。はい、あ、7コンが2個なんだね。7710か、なるほどね。ここはじゃあちょっと真ん中のカッパがきつそうではあるけど、真ん中のカッパがきつそうではあるんだけど、コンボしとけばとりあえず何かしら抜けるでしょ。オッケーオッケーオッケー、全然いい全然いい。属性関係なくウリエルが、そうでもなかったわ。いける？ラファエル先生いけるんだっけ。ちょっともうわからんわからん。オッケー、ここは楽勝です。いけんかったらまた調整して帰ってくるけど、なんか軽減つけてくるけど、はい、オッケー。これつかリーダーチェンジさ、ワンチャンね、なやれられた方がいいんじゃない。リーダーチェンジされた方がいけそうな気がするんだけど。どう、7コンで、7コンでなんとかいけるくない。ネズコとか頑張ってこう、よしよしよし、オッケーオッケー、なんか溜まったね。風林火山12、ソティス、ここはここは待って、ここは遅延耐性振ってない。あ、エキドナここで使えっていう感じ。よし、こっちにするか。溜まっても強そうだし、これでじゃあいきます。よし、で次覚醒向こう来たらもう撃つ。エキドナ溜める、どうする。あ、来なかったわ。これちょっとウリエル頑張ってよ、お前。これはこれウリエル頑張ってよ。よし頑張れウリエル、頑張れお前。10コンボだ、山田山田いけ、山田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 、オッケーオッケー、山田頑張った、山田頑張った。よし、あとは山田に任せろ、あとは任せろ。とりあえず貴族生にしてしまえばみたいなところある。貴族、まあエンハンス座ってないんだけどね。オッケーオッケー、はいこれでどう、これでオッケーオッケー、次で決める。これで決まったでしょ。そういえばさ、あれなんだよ、赤座のところをまた読んでた。ちょっとネタバレになるか、あんまり言うと。赤座の伝わってくれ漫画派の人伝わってくれ。赤座の悪行のところまで読んでました。またもう一回。おい、ちょっと怖いわ。風林火山と、風林火山、風林火山不良品なんだけど。10コンボ、おい頼む、生きて生きて生きて、俺はできるやつだ。風林火山、もうまた俺同じ流れじゃんこれ。やだやだなよ。1,2,3,4,5,6、なんで作れないんだろう、なんで作れないの。逆にいろいろつながっとるしな、ね、あと1個、よっ、倒せ、もう倒してくれ倒してくれ、もう倒せ倒せ倒せ。よし、危ね、あーよかった、絶対割合で死んでたもん今。エルジュもあれやってないし、光剣降ってきたけど、1個1個降ってきたけどさ。よし、ここまで来たら、ここまで来たら逆に1個頼む、1個だけお願いします。よしよしよし、さあこれでよっ、ああいけるやん。あ、俺 L 字振ってない、待って1個で耐えれるか。さあこれで倒して、 OK、 耐えれる、多分計算上耐えれるはず。よーし、耐えれたけど。風林火山ネズコ撃ってもええけど、ロック解除してもよかったけど回復な。はい、これでうまいこと両面待ちで、両面待ちで、ありがとうございました、ありがとうございました。チンコもいただきました。はい、 OK。 さあこっからだね、やっとここまで来た、やっとここまで来たわ。さあ L が2つ入ります、はい OK、 これは余裕で倒せます、はい OK。 奇跡階層とかちょっと厄介だな。うわー、ちょっと待って、めっちゃ溜めんといけんかもしれない。よし、じゃあこの辺でもう突破していこうかな。ナコンしとけばとりあえずディノバルトさんがトルバーしてくれると思うんで、この次かな、ちょっとどうしようかな。奇跡階層がね、ちょっとうまく抜けるかどうか不安ないよね。はい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 、両方縦かなこれは。あ、遅延だった、わかった。これで
まあ10コンボあるし全体攻撃は入れてないけど、あ、片方だけ飛ぶみたいなね。10すればね、10すれば違うんよ、世界線が違うと思ったんだけど、あーっと、ちょっとじゃん。いやもうこれ50いったでしょ、これ50いってるって。光の経験が生きた、よし、火の経験も生きた。まあ倒せるんだけど、これどういけるかな。 OK、 あー、四君子怖いなー、これ一番怖いよここが。あー、なるほどね、ルーレット系の人ですか。これ無効貫通組んで頑張って倒すしかない。はい、とりあえず一旦耐えて、光経験あるからね。なるほど、そういう感じね。無効貫通、じゃあ、あ、おっせえ、ルーレットおっせえ。あー、ちょっと待ってよ、ちょっとルーレットが遅すぎるルーレットが遅すぎる。7コンボで8コンボで頑張って、でもいけるっしょ。 OK、 よし来ました、エキドナ打つし、ここはなんとかなるんじゃね。とりあえず1段目はエキドナはどっかのタイミングで打つわ。うわ、ちょっと落ち着いてください、ちょっと落ち着いてもらっていいですか。多分無効貫通ったら飛ばしちゃうんよ。これでもまあまあ入ると思うもん。だって落ち込んがすごいけど、ほらほらほら、結構入るんよ、結構入るからな。いやマジ次がね問題はあー、でももう一旦耐えてもよかったか。ウリエルのウリエルがウリエルしてないからな。誰、水吸収と、この子はクラミネザメ、水吸収、あとはマシンガンで連続攻撃があることぐらいは把握してるけど、とりあえずまあ場面もいい感じだし、まずは殴るわ。まあ水吸収がねちょっとあるんで、炭治郎の副属性が最後怖いかなっていう。オッケー風林火山、お前仕事しろー。ねえ、もう俺の風林火山ダメだわ、もう俺の風林火山、あ、ダメ、腐ってやがる。ほん、次の盤面の方がいいよ。え、負けてるよ普通の盤面に。え、風林火山普通の盤面に負けてるんだけど、ここで倒せない。あと2か、オッケー、半分いくっしょ。オッケー、もう勝ったわ、勝ちました、勝ちました、いただきました、もらって、次でエスカトンジャッジメントたまるんで、まあ何が来ても大丈夫と。エスカトンいらんくね、これ普通に削り切れる。スーパーワンなくてもよかった。キノなんてだって攻撃力上がるでしょ。これワンチャンさ、いや油断は禁物なんだけど、これ多分だけどいらない、スーパーワン、多分スーパーワンいらない、多分攻撃力上がるはずだから。オッケー、これでさ炭治郎のさ、うわ、ダメージ無効貼っときて、まあエスカトンジャッジメント打つわ。いや俺スーパーワン使わないから、スーパーワン使わないから、俺がくじけることは絶対にない。スーパーワン使ったら勝ってたっていう、そのそういうオチはやめようぜ。いや勝てるんだから、勝てるはず、普通に勝てるはず、普通に勝てるはずです。オッケー、勝ったと思います。さすがに貴族性の相手は削れるはず。はい、オッケー、完璧な勝利でした。ということで、普通にもらった炭治郎も強いんで、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。俺がくじけることはないことない。